奈穂さんの手帳だわ。調査メモ、気が引けるけど読ませてもらおう。霊場調査ファイル01、心霊医療心臓外科病棟未調査。霊場調査ファイル02、経験天神小学校現在調査中。実地調査方法入手、要2名以上。帰還方法入手、情報をさらに収集し退路の保管を行う必要あり。現地で篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、影響あり。数週間にわたる頭面感、吐き気、下血。危険なので今回、天神小学校の実地調査には。先生は同行させない方がいいかもしれない。先生、今日も持ち込み、ダメだったようだ。この出版社で何度目だろうか。こんなに面白い作品なのに。尖りすぎていて、分かってもらえないのか。先生が背中を丸めてしまって、かわいそうだ。しかし、今の猟奇事件ルポ記事の連載は、絶対に化けると思う。私も、できることは何であっても協力する。奈穂さんがブログで公開している霊界調査、そのメモノートをこんな形で読む日が来るなんて。ちゃんと普通に出会ってお友達になれたら、それから読ませてもらいたかった。奈穂さん、私の憧れの人。試験があったので、久しぶりに学校へ出ていた間に、先生が私を置いて現地天神署へ行ってしまった。まだ情報が少ない状態で、危険すぎるとあれほど言ったのに。きっと先生の助手田口さんにそそのかしたのだ。単純だが、暴力のある帰還方法は先生に伝えてあるけれど、やはり心配だ。ブログの更新も完了。友人のさやかを巻き込んでしまうので気が引けるが、これより私も実地調査を開始する。
篠崎幸子のおまじない青春校坂内方メモ。先生、ごめんなさい。私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な例示場ではありませんでした。一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで簡単に戻れると思ったのに、惨殺された幼い魂が磁場に複雑に絡まっていて。このままでは使えません。逆打ちを使うには、まずこの子たちの怨念を何とか条例して、包囲している霊磁場のゲートをほどかなければ。このままの状態で使うと、逆に危険です。何が起こるかわかりません。引き続き調査を進めます。どうかご無事で。先生、会いたい。会いたいよ。頭、撫でてほしいよ。血の染みがひどくて読めないよ。なんだこれ、人の形してっけど、まさか。やめて。布、めくってみる。やめてって。下から覗くだけだって。あいつらの誰かでないって安心したいだろ。
何？脅かしやがる。どこにでもある人体模型だよ。終わり。調子乗った。お願いだから意味なく脅かしたりは絶対やめて。おう。あの人体模型、さっきあんなとこに立ってたか。なんだよ。やめたって、やめたって、テラゴニー。なんでそうやって怖がらせるの。私いじめって楽しいの。いや、そうじゃねって篠崎、マジで知らない、もう嫌い。篠崎嫌い。こいつ篠崎の首を掴もうとしやがった。逃げろ！捕まったら殺されるぞ！こら！てめえ！くそ、どけよてめえ。やめた。篠崎、心配するな。助けてやるから。あなたが死んじゃうじゃない。血が、血がいっぱい出てる。院長命令よ、もうやめて。せえ、ごちゃごちゃ言うな。サトシじゃない、お前は俺が守るんだ。くそ、さすがにこのままじゃ俺がくたばっちまうな。何かないか。
これだ。くらえ！ギャの先よかったな、無事で。バカバカ嫌い。元気な鳴き声だな。その調子なら大丈夫だな。死なないで、絶対死なないで。分かったよ。篠崎、泣くな、笑ってくれ。笑ってるお前の顔が一番好きなんだよ俺。ハハ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 ハ。なんだ。スクラップブック、あの児童殺害事件の新聞記事と写真が閉じてあるわ。幸子がどうだって言うんだ。見て、もっと古い新聞記事。1953年11月19日。古いな。あの児童殺害事件よりももっと古いわ。60年近く前の新聞記事だ。気の毒だな。奈穂さんの手記にあった
篠崎家の廃屋って、もしかして見て、同じ紙面にもう一つ関連記事が載ってる。亡くなった保健医よしえの一人娘がその日から失踪しているって。写真が、なんだ、見てこれ、幸子、児童殺害事件のスクラップ記事と全く同じ。なんでこいつ ここにもいるんだよ。どう見ても同一人物だよね。このスクラップブック残した人もきっとそれに気づいたんだわ。本当に薄気味悪いな。やばい。何？隠れろ、早く。幸子だよな。くそ。とにかく上に逃げるか。待て、待ちなさい。いけません、離してください。またか。篠崎君。すみません、篠崎君、押すつもりは。立ってください。お母さん。いや、幸子君、見たんだね。
いで。逃げるぞ、来い。キセルマくん。篠崎、待て。何？追いかけて。来ないぞ。ヨシエの事故と幸子の失踪、早速見えてきたな。あいつ、あの子の亡骸どうするつもりなのかしら。隠すんじゃないか。古い新聞記事では母親の方は事故として出ていたけど、娘の方は失踪となっていたからな。許せないわ、あいつ。ねえ、幸子の遺体を隠すとしたらどこだと思う？見当もつかねえよ。持田くんが言ってたよね、キビキ先生の書いた記事。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在って一文のこと言ってたな。調べてみるか、地下室。